始まりましたその点ラジオ、今週は第26回ですか、26回となります、ね、ちょっと音質悪いかもだけどね、今週来週あたりまではちょっと我慢してください。今週のテーマ、忘れてました。私、その点ラジオの司会進行兼エグゼクティブプロデューサー兼スーパーウルトラプラズマプリズマレリック、ハイパー監督を務めております、ダブルミッセンスと申します。よろしくお願いします。ね、今週はね、その点テーマ自由課題ということで、皆さんそれぞれにね、おのおの思ったことを持ち寄っていただけてると思いますよ。今聞いてる方もね、こう心に何か思ってることがあるんじゃないですか。例えば今日のお夕飯なんだろうとか、あーでもこれ上がってるのが9時だから思ってることないか、うん、リアルっていうか、9時上がった瞬間に見た人はどうだろうな、あと少し、あと2時間で寝るよとか、あーね、寝る前にコーヒー飲むよとか、寝る前にコーヒー飲んじゃダメだよとか、いろいろと思ってますけどね、思ってると思いますよ。ということで早速ね、普通オタを読んでいきますよ。まずは一つ目のお便りから、こちらは本店ネーム、パンツソシさんからいただきました。はい、米津玄師ということですね。ありがとうございます。玄師じゃねえわ、剣士か、米津剣士か、すいません。普通オタですね。今日はステーキにしよう。30歳油物はもうきつい。しかし今日はステーキなのだ。理不尽な上司、友人の結婚報告、毎日のように開いていたツイッターはゴシップだらけで疲れる。大好きだったゲームはもう何年も積んだままだ。生活が日々モノクロになっていく。そんな中、立ち寄ったスーパーマーケットのお肉コーナー、ふとステーキ肉が目に入る。別に見切りでも肉の日でもない。いつもなら鶏胸肉を取りそのまま立ち去る。しかし今日は違った。これを逃せばもう二度と取り戻せない何かを感じた。それだけを家に取り、家に帰った。今日はステーキにしよう。ということでいただきました。ありがとうございます。ねえ、いいですね。なんかね、こういう、その、荒んだ日々を送ってる方がね、なんか、よくわかんないけど、目についたというだけでね、肉を持って帰る。この野蛮さ、本当にいただけませんよね。これは許せないです、本当に。そういえばね、今この話をしてて思い出したんですけど、Google くんさ、UI 変わったよね。ね。なんか丸くなったよね。君に求めてるのはもっと角張った、そういうものなんだけど、丸くなったよね。ドライブ見た時びっくりしたよ。角が丸いからさ。お前は使い古した消しゴムかって、本当にどうかと思うよ、それ。まあ確かにみんなに使われて身が削れるのも、こっちとしても分かってるつもりではいるけど、それだけはやっちゃいけないんじゃないかな。君はいつも新品のおろしたてのものみたいな、そういう角張った感じ、それを残していてくれれば僕は満足だったんだよ。なのに君は、カッターマットの端っこみたいに丸くなっちゃったね。どうしちゃったんだよ。この前まで鉛筆削りで削った後の瞬間の鉛筆みたいにめちゃくちゃ尖ってたんでさ。今は4時間目まで使い古した 4B 鉛筆だよ。 4B 鉛筆は尖らせないか。まあそんなことを思いながらこの普通歌を読んでるんだけどさ、ステーキっていいよな。ステーキってどうしていいかってみんなわかるよね。そう、ステーキだからね。そう、ステーキだから、そう、ステーキっていうね。はい、ということで、ありがとうございました。続いてのお便りです。ドアノブナガやっぱ短いさんからいただきました。なるほどね、ドアノブでノブナガで長いから短いね。くだらないね。行きましょう。エレコムってちょっと変形したらウェルカムになるの知ってた？おー、面白いね。ただね、私は思うんだけど、W ってないよな。あ、待って、文字数は？ウェルカムが7文字、エレコムが6文字。あ、でも、割と似てんのかな？ウェル
カム、おー、ちょっと変形したらっていうか、まあ、W が追加すれば、確かにそうだね。あ、これ発見ですね。うん。そうだよね。私も、これは、うん、いい発見かなって思います。まあ、その通りかな。うん。あなたの言う通り、ウェルカムは変形したら、エレコムになるし、逆に言えばエレコムは変形すればウェルカムになるよ。だけどさ、そういうこの総合的に変わるっていうもの、これって無限期間なんじゃないかな。だから私 SDGs の一つ新しい項目を作るわ。悪いけど私作らせてもらいます。ウェルカムをこうエレコムかに変換するときにね、 W が余るわけじゃん。その W を、の飛び出す力、これを使って発電したらいいんじゃないかな。うん、で、こう、W がさ、ウェルカムからエレコムに変形して飛び出すじゃん。飛び出した W でタービン回すじゃん。で、タービン回り終わったらそれが管通って戻ってきて、また、エレコムにバッて合体して、ウェルカムに変わる。無限期間ですよ。うん。できましたね。皆さんわかりましたか？何を言ってるか。確かにね、W 発電っていうのは、そういう意味では新しいなって思ってて、うん。今もね、タービン回すって言ったけど、タービンじゃなくてももはやいいわけよ。うん。W にその勢いがあるわけだから、もやっとボールみたいにして、溜めてあげてさ。で、溜めてあげて、電気人間の上にさ、バタバタバタって落とせばさ、電気人間って、刺激が来るとさ、ビリビリしちゃうから。こう下にこう置いといてさ、でこういって落としてバッとコトコトコってなるじゃん。そうするともやっともやっとの状態になって、ビリ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 となって発電できるから、まあやっぱね、電気人間まで行くと800ボルト1000ボルトなんてのは目じゃなくて、ね、1億ボルト2億ボルト、うん、適当すぎるな、さすがに。まあでもそれぐらいのね、高電圧なものが出来上がるわけだから、まあただまあ人間だからね、アンペア数はそんな出ないけどね。0.3 とか せいぜい 0.2 とかでね、それ 0.3、0.2 あたりを維持するんだけどね。でもこれが、下にいる電気人間がピカチュウだったらどうだろう？ね、どうなると思う？これ、革命だよね。うん。そうなんだよ。で、ピカチュウであれば、ピカチュウはそもそも電気をずっと出し続けられるので、疲れた時、寝そうになっている時、そこに W をぶつけてやると、そのエネルギーというか、びっくりして起きるわけだよ。へっ、ピカチュウがこう寝てて、バタって W が落ちてくるじゃん。あ、なに、うわ、W だ、これ発電しなきゃなるわけだから、当然。であれば、まあ、エネルギー問題も解決だよね。だから、ウェルカムってちょっと変形したら、エレコムになるし、エレコムってちょっと変形したらウェルカムになる。これって W が抜けてるか抜けてないかの話であって、それを活用したこういう、なんていうの？持続的な、継続的に続けられる、なんていうんだっけ？持続可能な社会。これに貢献していけるんじゃないかな。ということでよろしくお願いします。いやー、いいお便りが集まってるね、今週も。続いて、最後ですかね、今週は。ラジオネーム、福沢ゆきょうさんからいただきました。キッチが今日になってね。ね、さ、ラジオで分かりづらい名前だね。まあいいわ。ブラックジャックってあるじゃないですか。ブラックジャック。あれ、けしからんと思うんですよね。あいつの家、崖のそばだぜ。めっちゃ怖いじゃん。どれぐらい怖いかというと、寝ようかなと布団に入った瞬間、机の縁、ギリギリに置いたコップを置き直すかずっと悩んでたら寝坊したくらい怖い。な？やってるだろうね。縦読み。はい、ありがとうございます。ね。縦読み中する？どこの縦読みなんだろうね。ぶ、あ、あ、ど、な。な、ど、あ、あ、ぶ。に、二文字目かもね。ら、れ、い、れ、はてな。違うね。で、ブラックジャックの小文字はちょっとさすがにだから、多分違う。あ、つかもか。つけ、く、つ、や。違うね。く、し、の、ら。違うね。文末か。丸。違うね。文末一つ前か。く、ね、ん、い。違うね。文末二つ前。つ、よ、や、こわ、ろ。何？
どこだ？自家家いてやらてんこわるつんがけいだくとのかろつおもそとあてうばいれあんたあんだうるぜぜるてぜとじすはてなてんやよめねなねよいまるちうでやかすこわなかいと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 か見つかりました。ということで、ブラックジャックあるじゃないですかのかから始まって、次の一行は、文字数が足りないのでなしで、次がめっちゃ怖いのいで、どれぐらい怖いかというと、寝ようかなととの寝ようかなとここのとで、これでかいと真犯人が浮かび上がりましたな。今週もバッチリ私ダブルミステンスが解決します。今回の事件はブラックジャックに出てくるあの家がちょっとあまりにも端っこすぎる、この建築を行った者の名前がなかなか分かっていなかった。そこでその書類を持っている男、これが、ね、今回の福沢由紀夫さんだったわけだ。彼が持ってきたこの文章、縦読みと書いてあるが、そのまま縦読みだと簡単にバレてしまう。であるからこのように文の中に隠したんだよ。カイトという名をね。そうか、カイト、カイトか。カイトがブラックジャックの家を端っこ端っこに作ったんだね。おい、カイトを連れてこい。あいつには特別な活動を やって確実に口を割らせる。これが私の刑事としての責任だ。まあ私ほどのね、検察じゃなくて、すごいそのあのあれあれねあれあのここね吐かせる役のね、あのこう伝統をその人に向けてやる人であれば簡単な話だがね。っていうか、寝ようかなと思って布団に入った瞬間、机の縁ギリギリに置いたコップを置き直すかずっと悩んでいることって、そんなあるあるか、ないないじゃね。私ないないだと思うんだけど、あるあるなのかな。ちょっとみんなそれは聞こうかな、しっかり。今何分ぐらい話した？ちょっと話しすぎた？もうあーやりすぎてる、13分やっちゃった、すいません。ということで今週はここまでです。イノセントバード、ね、今週帰ってきたんでイノセントバード流していきましょう。はい、今週の争点ラジオは26回終了、お疲れ様でしたね。今週もね、いっぱいね、いいお便りが来て、もう嬉しくてたまんないんですけど、まあ、なんといってもね、次回のね、お便り考えないといけないわけですよ。次回はね、23日かな？ 23 日だね。そう、だからいい兄さんの日だよね。だから自分のお兄さんだったり、まあ、架空のお兄さんについて皆さん、語ってください。私のお兄さんはね、まあ、いないんだけど、私のお兄さんはなんかね、すごい神羅万象チョコをね集めてた。神羅万象チョコ、あれをねやっぱ集めるんだよ。だって神羅万象チョコのさ、キャラクターってわかんないじゃん。わかんないというか、どこのアニメのキャラクターでもないのに、神羅万象チョコがあったじゃん。あれって何なんだろうね。で、兄さんはその、なんていうの？キャラカード当てるじゃん。当てて、で、1枚目は保存。そのままね、あの、なんか、スリーブとか、あの、カードケースみたいなのに入れて保存してあって、2枚以降出たら、それを、なんていうのかな、相関図のさ、絵の部分として使って、なんか、自分でね、組み立ててた。多分ね、細かいお話も神羅万象チョコにあるんだろうけど、それを、なんていうの、それを見ずに自分で組み立ててるね。だからその、なんていうの、創生神、あの、双子って、創生って、あの、双子の、生まれるって書いて創生神ね。創生神
あ、なんていうの？カストル・ポルックスっていう名前の、ね、カードがあるんだけど、それが出た時はやっぱりそれをね、双子にするか、兄弟にするか、もう、まあ、はたまたお兄さん、妹、姉、妹、姉、弟にするかとかね、いろいろと悩んでたね。うん。まあそういうのがやっぱり印象的な姿かなって思います。でも最近はね、やっぱね、会えてなくて、うん。まあ、兄様が結構年だからさ、58歳。結構な年になってるから、まあそういう意味ではね、確かに会いにくいのかなとは思うんだけどね。うん。でも、うん、私、彼はやっぱ尊敬もしてるし、うん。やっぱね、すごいメーカー、ちょっと話しすぎちゃった。私のね、お兄さんの話しすぎたんだけどね。ごめんなさい。で、皆さんもね、来週は自分のお兄さんとの思い出だとか、そういうことを話してください。ということで、来週の尊敬テーマは、兄について語ろうです。よろしくお願いします。それでは今週の尊天ラジオはここまで。皆さんお疲れ様でした。ビッグエンディング。